だんだんどうも動画をご視聴いただきありがとうございます。農家と目指す第二種電気工事士。今回はパイロットランプの接続を見ていこうと思います。3種類の回路のつなぎ方を学んでいきましょう。パイロットランプとはそもそも何でしょうか実物はこんな感じです。図記号は白丸となります。スイッチは黒丸でしたが、パイロットランプは白丸で書いてください。これは何に使うかっていうと、スイッチとセットで使います。こんな感じです。 枠の中にパイロットランプとスイッチをはめます。このランプがついたり消えたりすることで、負荷の動作状態を示すことができます。常時点灯回路という回路では、このパイロットランプが常に点灯しています。ランプが常に光っているため、たとえ部屋が暗かったとしても、スイッチがこの場所にあるんだなというのがわかります。続いて同時点滅回路。これは負荷に電気が流れている時に、パイロットランプが点灯します。 普段は消えてるんだけど、スイッチをオンにすると、こいつもつきます。最近は技術の向上があって、電化製品も非常に静かに動くようになっています。例えば、換気扇なんかを回していても、全然動作音が聞こえない、そんなこともあります。ただ、あまりにも静かすぎると、パッと見でね、こいつが動いてるのかどうかわからないじゃないですか。そんな時にパイロットランプを設置することで、スイッチをオンにすれば、こいつがつくわけですから、見た目でね、 パイロットランプが光ってるから、今、換気扇が動いてるんだな、というのがわかります。このように動作の確認のためにパイロットランプを使うことができます。同時点滅回路と逆パターンなのが維持点滅回路です。こいつは、負荷に電気が流れていない時にパイロットランプが点灯します。スイッチがオフの時だけ、パイロットランプが光る。スイッチをオンにすると、ランプが消えます。これは照明器具とかで使われる回路です。 イメージとしてはこんな感じです。部屋の照明のスイッチがこんな風になっている人も多いと思いますが、左側の写真がスイッチオフの状態ですね。この時、照明は消えていますけど、ここにあるランプは点灯しています。部屋が暗い中でも、ここにスイッチがあるということがわかります。ここからスイッチオンにすると、このランプは消えてしまいます。部屋が明るくなったため、パイロットランプでスイッチの位置を示す必要なく、ランプは消えます。 これが維持点滅回路となります。3種類の回路の単線図と副線図を見ていきましょう。まずは常時点灯回路を見ていきます。単線図はこんな感じです。電源があって、ランプレセプタクルがあって、スイッチとパイロットランプがあります。パイロットランプの点灯の仕方はすぐそばに記入されています。この常時点灯回路の副線図を書いていきましょう。パイロットランプは電源と並列につないでください。 コンセントと同じ要領です。まず各パーツを配置します。腕が伸びていることをイメージします。パイロットランプですが、コンセントと同じような感覚で繋ぎます。設置側同士、非設置側同士をつなぎます。常時点灯ですから、このパイロットランプには常に電気が流れています。従って必然的にコンセントと同じような感覚になります。次にランプを繋いでいきましょう。 電源の設置側とランプの設置側をつなぎます。今度はスイッチ。スイッチは電源の非設置側とつなぐわけですが、すでにここにパイロットランプから腕が伸びています。したがってここの部分に渡り線をつなぎましょう。最後にスイッチの余った腕とランプの余った腕同士をつなぎます。これで線をつなぐことができました。この部分に使うケーブルを考えていきましょう。 ジョイントボックスとパイロットランプスイッチ間には電線が1本、2本、3本通っています。従って、ここの部分を赤色に直します。三振ケーブルを使いましょう。電線が3本通ってますから、三振ケーブルを1本用意してやれば OK です。この複線図、これだけ見るとなんだか複雑そうに見えますが、書き直してみると、こんな感じです。 電源があって、パイロットランプがあって、スイッチとランプレセプタクルがある。パイロットランプは電源と並列につながっています。ここの部分には常に電気が通っていて、パイロットランプは常時点灯しています。実際の製品はこんな感じです。パイロットランプとスイッチの間は渡り線でつないでいます。今度は同時点滅回路を見ていきましょう。 先ほどとほぼ同じ単線図ですが、パイロットランプの部分が同時点滅となっています。同時点滅回路においては、パイロットランプを負荷と並列につなぎます。要するに、パイロットランプも負荷の一つと同じような感じでつないでいくことになります。まずはパーツを配置します。腕を伸ばします。電源の設置側とランプレセプタクルの設置側をつなぎます。 そしてさらに、パイロットランプもここにつないでください。負荷と同じような間隔でつなぐわけですから、まずは設置側同士をつなぎます。次に、電源の非設置側とスイッチの片方をつなぎます。最後に、スイッチの余った腕と負荷の余った腕同士をつなぎます。スイッチの腕をジョイントボックス内まで伸ばしても良いのですが、今回はパイロットランプがここにあるため、まず、パイロットランプとランプレセプタクルをつなぎます。 そしてスイッチとパイロットランプを渡り線によってつなぎます。これで伏線図は完成です。ここの部分に使うケーブルを考えましょう。ジョイントボックスとパイロットランプスイッチ間には電線が1本、2本、3本通っています。従って1本の電線を赤色にし、三振ケーブルを使うことにしましょう。この伏線図、書き直すとこんな感じになります。 スイッチがあって、パイロットランプと負荷が繋がれています。パイロットランプは、負荷と並列になるように繋がれています。スイッチがオフの状態では、このどっちにも電気が流れませんが、スイッチがオンになることで、パイロットランプにも負荷にも電気が通るようになります。実際の回路はこんな感じです。常時点灯回路とよく似ていますが、線の繋ぎ方は異なります。その辺を間違えないようにしましょう。 最後に維持点滅回路を見ていきます。この単線図を複線図に直しましょう。パイロットランプはスイッチと並列につないでください。まずパーツを配置します。腕を伸ばします。負荷と電源の設置側をつなぎます。そしてスイッチと電源の非設置側をつなぐわけですが、ここにパイロットランプがあるため、まずパイロットランプと電源をつなぎます。 そしてスイッチとパイロットランプ間に渡り線をつなぎます。あとはスイッチの余った腕と負荷の余った腕をつなぐわけですが、まずパイロットランプと負荷をつなぎます。そしてスイッチとパイロットランプを渡り線でつなぎます。これで複線図が完成しました。ジョイントボックスからパイロットランプ間に関しては、電線が2本しか通っていません。そのためこの部分は二芯ケーブルで OK です。 パイロットランプとスイッチ間は両方とも渡り線によってつなぎます。この伏線図を書き直すと、こんな感じになります。パイロットランプはスイッチと並列に繋がれています。これが維持点滅回路となりますが、理論的な話について解説しておこうと思います。まず、スイッチオンの状態。ここが同線で繋がっている状態です。パイロットランプとスイッチが並列状態になっていますが、 スイッチっていうのは理論的には単に電線を引っ張ってるだけです。従ってここの部分が短絡状態となっています。するとどうなるか。電源から電気をやっていきますが、それがすべてスイッチの方に流れていきます。スイッチはただの導線ですから、理論上は抵抗がゼロです。抵抗がゼロということは、この地点とこの地点に電位差がなくなり、電流がすべてスイッチの方を流れていきます。 ま、要するに、パイロットランプは、電気にとっての障害物みたいなもんなんですね。障害物がここにあるんだけど、この通路とは別に、ショートカットみたいな道がここにできています。電流もわざわざ障害物のところを通らず、ショートカットを通って、負荷の方に流れていきます。したがって負荷が動作し、パイロットランプは消灯することになります。これがスイッチオンの状態です。 今度はスイッチがオフの状態。スイッチが途中で切れているわけですから、ここに電流は流れません。電流はすべてパイロットランプを通って回路を流れていきます。ところが、この図をよく見てください。スイッチがオフになっているにも関わらず、負荷の方にも電気が流れているように感じます。電気が流れているから、パイロットランプが点灯するっていうのはわかりますね。ただこの状態だと、負荷の方のランプレセプタクルも、 電気がついたんじゃないか。そう思うかもしれません。しかしながら心配は不要です。パイロットランプとランプレセプタクルがあるわけですが、抵抗の大きさを比較すると、パイロットランプの方がはるかに大きいです。そして、パイロットランプと負荷は今直列につながっていますから、この回路を流れる電流はどこも一定です。オームの法則より v、V イコール RI という式が成り立ちます。 電流 i は一定値。しかし、抵抗 r は、パイロットランプの方がはるかに大きい。ということは、電源の電圧は、ほぼほぼパイロットランプの方にかかります。ランプレセプタクルの方には、電圧が全然かかりません。したがって、パイロットランプだけが点灯し、ランプレセプタクルは動作しないことになります。この辺の話はね、オームの法則とかを理解しないとわからんところだと思うので、 理論分野の方の勉強もおろそかにしないようにしてください。はい。というわけで今回はパイロットランプの接続を見てきました。今回の動画はこれで終わりとなります。この動画が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。